よし、アイテム整理して薪拾って寝て、また明日今度竹の向こう行こう。それしかない気がする、当分。棚欲しいな。よし、じゃあちょっと木を切るタイムといたしますので、しばしお待ちくだされ。同じセリフをミストサバイバルでも言ってんな俺。ああ、で、あれか、食中毒用のやつを確か今持ってるので、食中毒に効くやつ。食中毒は、どれだ？ハーブハーブ。食中毒を治す、あれか、シソの葉の、ん？なんだった今。食べればいい、そのまま。どっちでもいいんだな。そのまま食ってもいいし、煎じた方が効果出る気がするよね。なわけで、アケビと、これじゃねえな。わあ、棚欲しいな。これじゃないんだよ。あれ？どうしと、もうない？未知のハーブ。ああ、あれ？これを煎じればいいのか？未知のハーブってさ、2種類あるよね。シソっぽいのと、あとどれだ？これ。朝顔っつうか、葉っぱ。今持ってんのこっちだよね。これ解毒作用。解毒と食中毒って多分違うよね。で、これ。お？あれ？葉っぱだよね。花と葉っぱって効果違うのかな？葉っぱのこと書いてねえな。あ、違う違う、花の方。花の方のことが書いてないけど、煎じて飲んでみる？それしかねえか。これだよね。とりあえず食中毒になる前に、一回飲んでみるか。どうなるか？これ。未知のハーブ。これ。食中毒だと思うのだけど、飲めば効果が出るかな？いくぞ。はい。食中毒が減ったね。違う、食中毒になった！なぜだ？違う。食中毒なすやつでしょ、あれ。あれ、どこ？アメリカニガキじゃねえんだ。いかん。シソっぽい、その葉っぱ。葉っぱ俺取ったよな。これ食えば治る？これど、いやー、ちょっと待って。混乱しております。これは食べても、いや、解毒と解熱違うよな。これダメじゃん。何にもならんかったわ。これは？うわ、色やばくね？こんな色。これなんだろう。飲むぞ。はい。待て。はい。水分だけ。ちょっと待って。入っちゃう。まだ入っちゃう。どうしてこうなった？これ何すんの？もう焼けばいい。焼いて食ってみる？焼けないよね。ハーブ燻製してみる？あ、ダメだ。これ何にもならないじゃん。そのまま食えばいいの？食べるよ。いや、食中毒増えたって、これ。煮ても焼いても焼けねえし、煮ても
煎じてもダメなんだ、あれ。葉っぱはダメなんだ。葉っぱじゃない、花の方。これはちょっと生命の危機を感じるんだけど、食中毒でしょ？これこれ、葉っぱ葉っぱ。食中毒ってあれしかないんだ。食中毒になるだよね、これは。治すじゃなくて、治すとなるだよね、これは。で、食中毒を治すやつの花は食中毒になるんだね。まいったまいった。じゃあちょっと探そう、あれ。やばくない？どこだ？ありそうな、ありそうな場所。シソっぽいやつの。なんだこれ。あ？キラー、ちょっと、待って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 。なんか急に出てきた。急に出てきた。何これ怖い。ちょ、待って。なんだキラートラップって。オッケー？ちょっと待って、ダメだな、これ。マジか。いや、これはダメだな。時が経つの待とう。死ぬかもしれん。あ、治ったね、とりあえず。あー、ひどい目にあった。栄養素がひどいことになってる。食べよう。収集収集。食べる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 。よし、どうだ。あと炭水化物ね。これでいいか。あー、元通りです。火消えちゃったわ。あー、かん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 。寝るか。ダメだ。ここまっすぐ行ったところにいきなりあったね、なんか。寝ます。の前にセーブ。なぜ殴ったし。雨が止んでたら火つけて燻製の続きだな、俺。止んでんな。暗いの嫌だよね。あー、なくなっちゃった。全くなくなっちゃったね。はい。あ、なんもね。これってこうやった方が早いのか。落としてるけど大変だな。暗いのは嫌だ。棒が足んねえかもな。全然足んねえわ。あ、ダメだな。寝るか。しょうがない。朝まで寝ます。7時。はい。で、これなんか降るしね。燻製は終わったか。よかったよかった。置いといてもいいな、これ。別にな、すぐ食わないんだったらな。あ、取っちゃったら置けねえ。そうか。めっちゃ、あ、腐っちゃった。あー、壊す。食中毒になっちゃったんだったらあの時食えばよかったな。他はどうだい？水飲んでタンパク質食っちゃうか。食べる。で、食って。よし、じゃあ行こうぜ。あそこ、お、うん、錆びたマチェット。え、このところに。お、これは
こちらの方がいいんじゃないですか？交換交換。交換。あ、違う違う違う、これじゃなくて。落として。斧斧。斧が1。3にマチェット。マジェット。あ、危ねえ、ちょっと。危ねえよ、これ。あ、超危ねえ、これ。こっち、こっち来て、こっち。こう。はい。ああ、危ない、危ない、危ない。マチェット。錆びてるけど。100%強いのかな、これ。あ、ちょっとなんか、ちょっと 壊さないでね。おう、あのね、めっちゃマイナスしてる、パーセントが。まあ、そうそう使わん方がいいだろう。よし、じゃあですね、行ってみる。え、ここね。わかった、覚えとこう。セーブして、ここまっすぐ行ったとこだよね。急に出てきた。こっちか。あれ、どうだったっけ？暗かったからよく覚えてないんだけど。あれ、向こう？あっちの方？やべ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 。いた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 。あ、いや。あれ、さっき、あれさっき、あのキラートラップってどこだった？俺真っ暗で本当分かんなかった。どの方向で走ってった俺。あれ、ちょっと待って待って待って。どの方向に走っていって俺は見つけたんだ、あれ。あれだよね、あの変な、あれ、このルート何回も通ってるわ。整頓しておいてある葉っぱの間を通っていったらあったんだよね。羽だ、まあいいか。行くぞ。ここでセーブをして、で、あの丸太を拾おうと思って、あれか、めっちゃ地形じゃん。やべえやつだよね、これ。急に出てきた、こんなのが。これ、怖っ。怖っ。え、これがポツンとあるだけ？マジか。ってことはやっぱ竹の方に行かなくちゃならんようだね。あ、でもこれで、これが作れるようになったってことか。これは罠、あの、獲物が、でっけえ獲物が取れるようになるのかな？ってことは、でかいバクとかがいる。なんかいる？バクとかが通るようなところに、あれを作っておいておけば、罠が、獲物が取れるんじゃないか？バクとかいんの向こう側だよね。で、レシピは？罠。キラートラップ。丸太が4。長い棒が1。ロープが7。棒が1。小さい棒が4。まあ、そんなに
難しくはないので、まあまあいいか今は。じゃあ竹やぶの向こう行ってみる？街であるからね。街でどんだけ釣るか知らねえけど。でも、まあ、燻製にしなきゃいけない肉も今ないので、よし行くぞ。もう一回じゃあセーブして、竹やぶの方行ってみよう。行くぞ。街へ出て。まあ、多分やりのがいいんだろうな。ナッツ。ナッツ。あっちだ。あれは、俺が求めているハーブではないな。食中毒のやつじゃない。これいっぱいあんのにね。よし、行くぞ。うた、あ、しまった、しまった。ありだ、あり。これか。なんだっけ。ユリだよな、ユリ。タバコでいいんだっけ。ダメだ。普通の、ダメだ。はい、はい、ダメ。ユリ。これでいいんだっけ。ユリユリユリ、これだ。そもそもこれだ。拾ってすぐ使ってしまった。いくぞ。これか、アリの巣。はい。竹っていうのもなんか珍しいよな。アマゾンにさ、竹が生えてるってイメージが全然ないから。いるなあ。いるね。ああ。こっちも攻撃判定がすげえ残ってるっぽいね、あれ。倒すしかねえな。一撃？なんか落とした？さばかなきゃダメ？火の刃？ちょっと待って、一回。火の刃なんてのもあんの？弱そう。作り方覚えたかな？覚えないね。まあでもそんなのがあるんだ。わかった。あのね、歌声めっちゃ近いんだけど。で、どのくらい減った？これ。98。いたいたいた。サイレントキルねえのかな？バレるんだね、これね。いいんだ、この野郎。食らってる。下がってるだけ。バックラッシュしなきゃダメなのか、やっぱり。ああ。いやー、やっぱ強えな。木の刃？でも多分血だらけでしょ、俺。いやー、まだまだでしょ、多分。全身傷だらけのはずだ。はあ、痛々しい。
まだか。右足もか。いやー。とりあえず、マチエテは攻撃力高そうだぞ、これ。で、なんか落とした？みんな木の刃だね。で、倒したはいいが、特にこの地に安住というか、特にこれといってっていう、なんかあんの、これ。開けてきた。だから、あれはあれだよね、あの目印。いやー、どこ行きゃいいんだ、次。急に風。カウンター間違えてしかないよ、これ。投げるわ。全部投げるわ。倒しとるやん。あれ？倒せたよ。これ斧も投げ、石の斧投げたんだけど。石の斧。石の斧。いや、作ればいいか。ジャガーどうなんの？収集するよ。毛皮にするの？高そうだよ。あったあったあった。なんかついてる。切るか。で、何？ジャガー意外と弱かったっていうか、逆にさ、槍を命中させられるこの主人公の身体能力がやべえんじゃないのっていう。何が手に入った？肉？ジャガーか。食ってみっか、せっかくだし。じゃあ、ここまで来たはいいが、戻るか。変わっちゃったか。入れ替えらんない？入れ替えらんないね。ちょっと1が斧がいいんだけどな。重たいようだね、また。竹林を抜けた先は特に何もなかった。はいや。食うか。水と？食うか。はいよ。ここまで来ると急に風が強くなる。足遅い。燻製してえな。竹がいっぱい落ちてる。戦闘によって俺が切っちゃったやつか？ここまでさ、こいつらが来るってことはさ、なんか、やっぱあるんじゃないの？近くに。はあ。石だ。木の刃ってどうやったんだろうね。ちょっとアリ塚に気をつけよう。あれかな、アリは。あとヘビに気をつけ、ヘビに。大丈夫だ。何の音？はいよ。あれ、ハチいるな。あ、こいつかハチじゃねえわ。これか。
ハエか。ハエと蜂を一緒にするなんてね、蜂に失礼だよね。その生き物に寄生はないよな。いやー、強い、マチェテが強いってことは分かった。防具とか作れないのかね。来たぞ、肉。やっと軽くなった。これいくつ、重さはどのくらいあるんだろうね。まあ、火つけるか。これだ。はいよ。じゃあアイテムを整頓して、今度こそ丸太をなんかするタイムにするか。樹脂、あの木の刃ってどうやって作るんだろうね。まあ別にいらないんだけど、棒と小さい棒、ハンドドリル、棒2つとか、小さい棒2つ、もう1個、違うな、こう、あ違うな、棒2個まではなんかあるみたいだね。ロープ、もう1個ロープ、ちげえな、何が入んだろう。あと1個わかんねえな。結局書いてないよね。おう、石の槍の方が強えかな、四つ股より。石の槍強そうだけどね。まあ、そのうち作るか。よしよし、じゃあ包帯作っちゃおう。よし、であとはいらないね。はいよ。取る、取るになっちゃった。飲む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 、はい、ください、水ください、はい、多いな、水をください。もう一つ、はい、またよし。じゃあ薪をちょっと集めるかな。また武器な、これどうにかして、なんかアイテム置き場に置きたいんだが、ちょっと今どういう向き、これどういう向き、あこうなるんだ、これで変えられるんだ向き、こうダメか、これで落ちたよね。なんか落ちてない、いろいろと。これ多分高台ダメだねやっぱね。あダメだねこれ、いろいろといろいろと不利益があるよこれ。しょうがねえか。よし、じゃあ今度こそちょっと木を切って薪を増やそう。あんま近くにね木がないのねここ。オッケーオッケー、はい、しましょう、もちろん。やっぱ小さい棒も置けた方がいいね。結局ここに今定住してんの俺。小さい棒立て、これだ。暗いとわかんねえ。ここでいいか。どっちが前だこれ、わかんねえな。はい、あれこれ逆じゃねえか俺。こっちが表だよねこれ。まあ裏からでも取れっからいいや。
OK。小さい棒。ではまたちょっと集めてくるか。小さい棒立てと棒立てはいるな、どう考えても普通に。よし、まあこんなもんかな。とりあえずまあ木集めてきて、今ジャガーの肉を燻製にしてるんだな。置いとこうぜ、ここ。あ、こうやって移動した場合はこぼれねえんだ。これだと、あ、こぼれないね。へえ。じゃあ雨降ってる時にちょっと横にずらしておけば水溜まるんだね、おそらく。で、今銃入ってっから、まあまあこれを入れたりして、あ、解毒作っとくか。そうだね。これ食中毒か。これで食中毒できるから飲んでから、飲んで、これで食中毒はマイナス3だ。これをこうすればいいんだっけ。入った、煎じ薬。ああ、入ったは入ったけどさ、多いな数がな。ちょっと待って、邪魔だ。なんか、え、ちょっと、なかなか大変だ。入った。いや、これ落ちるんだよな、下にな。ビニールの上だったら大丈夫。これがアメリカニガキの煎じ薬。これが落ちた。煎じ薬としか書いてねえ。これこれ食、あ、でもよ、効果がでちゃんと書いたんね。食中毒はマイナス3。俺年会下落ちちゃったよ、忘れそう。いい場所じゃねえな、やっぱこれ。で、これが、これは効果書いてないね。アメリカニガキの煎じ薬とは書いてあるけど、消費による効果のところに解熱って出ないね。そういうもんか。まあ仕方あるまい。オッケーオッケー。まあいいんじゃないか。あれ、入れ物どうした。俺横置いといて、はい、入る。これこうやればちゃんとした向きに戻るね。まあいいか。よし、じゃあまあまあまあ寝るか。何の音？笛みたいな音が今聞こえなかった？なんだろうね。まあ火焚いてっからさ、人がいるってのがもろバレなんだろうなっていう。よし、寝よう。なぜこの子に癒しがある？壊す。よし、おやすみなさい。7時前に起きましょう。ほい、セーブだ。なんで殴るかな。必ず殴るよね、なんかね。あのキャンセルボタンを押すときにクリックしてるんだけど、それが反応してんのかな。オッケー。あれ、なんでまた寝るの。だから なんで振るの。ああ、よくわかんねえな。この辺はちょっと、正直、ちゃんとしてほしいね。ああ。なんか、うほうほ聞こえるね。ほうほう言ってんな。まあ、取らなくていいんだけど、1個食ってみたいよね。
いっぱいです。バックパックがいっぱいです。取っちゃう。あ、食っちゃえ。食って、さあどんな感じかね。あんまりだね。でもスタミナが10回復するのありがたい。やっぱバックすげえな。脂肪も取れるしさ、消気度も回復する。さあ朝ですよ。ですね、どこに向かえばいいかいまいちよくわからないので、今回は一旦ここまでにして作戦を練りたいと思います。ここにずっといてもしょうがないからな。とりあえず今回の収穫、キラートラップと、あと食中毒になってわたわたしたっていう、 あとこれか、マチエテ、これ強かったよね。そんなところで今回はここまで。それではまた。